東洋理急性骨院院長の石丸です。お願いします。本日は不眠症の改善法食生活編についてお話したいと思います。それでですね、食生活なんですが、後からね述べる、こういった食事が、体を冷やしますので、その結果ですね、平熱 36.5 度を目指す、平熱 36.5 度、この数字はですね、非常にね、健康的な、体温の数字で、現代人はですね、少しこう体温が低いんですよね。そうするとですね、子宮卵巣にもですね、血液量が少なく、冷えた状態なので、不妊症に、結びついてしまうということなんですよね。少し余談ですが、例えば35度、35.5 度、36度、36.5 度でですね、がん細胞の繁殖を見た場合に、35度が一番がん細胞が繁殖し、36.5 が一番がん細胞も繁殖しないんですよね。体温が高いと、免疫力があるということなんですよね。例えば風邪をひいたら熱が上がりますよね。それは熱を上げて免疫力を上げて、風邪に戦おうとしているわけなんですよね。そういったことも踏まえて、平熱 36.5 度を目指す、これは、ものすごく免疫力があって生命力がある状態なので、目指していただきたいということなんですよ。じゃあどういったものがこれを目指せないかというと、一つは生野菜、特に葉物の野菜ですね。そういうのは体を冷やします。次に果物ね、特に、バナナとかね、パイナップル、キウイ、パパイヤとかですね、南国を思い浮かべるようなね、食材はものすごく体を冷やしますので、避けた方がいいですね。もし取られるのならリンゴとかね、みかん程度にした方がいいです。あとは白米、これも体を冷やしてしまうんですよね。次にビールね、お酒のショーでも言いましたが、ビールは麦でできてますので体を冷やしてしまいます。あとは白砂糖ですね、白砂糖もものすごく体を冷やしてしまいます。あとは清涼飲料水、ジュースですね、これも体を冷やしてしまいますね。あとはね、コーヒーとかね、そういうのも体を冷やしてしまいますね。じゃあちょっとここには書かなかったんですが、どういったものがいいかというと、生野菜の代わりに、蒸し野菜ですね、蒸す、炒める、煮る、このようにして、温かくしてほしいですね。果物は先ほど言いましたように、リンゴかみかんですね、そのあたりにしたり、リンゴに塩をかけてね、塩も食塩じゃなくて粗塩がいいですね。そういった風に工夫して、取っていただくといいですね。あとは白米の代わりに玄米ですね、玄米の方がぬかもありますので、体を温めてくれます。あとはビールね、ビール以外に、お酒のショーでも言いましたが、芋焼酎、純米酒、赤ワインですね、この3つが好ましいです。あとは白砂糖ですね、白砂糖の代わり何がいいかというと、当院では天才糖をおすすめしています。比較的安く入りますし、どこにでも売ってますので、天才糖に変えていただきたいですね。あとはジュースですね、ジュースの代わりにじゃあ何を飲めばいいかというと、これは他の章でも言いましたが、水ですね、水道水ならちゃんと浄水器をかけた水、あとは三年番茶、あとはタンポポコーヒー、あとは白湯ですね、そういったものを水分補給にしていただきたいと思います。そういったことをして結果的に、平熱 36.5 度を目指していただきたいと思いますし、さらに鍼灸治療、漢方治療などを行われますと、体温は高くなっていきます。以上です。